面の前の皆様、こんにちは。エレベーター Q でございます。ちょっと待って。何が起きてる？ちょっと待ってくれ。あ、やばい、フリーズしたかも。ヘルプ。音が聞こえている。聞こえているんだが。エドバに行くことができない。頼む、生きてくれ、生き返ってくれ。やばい、ちょっと待ってね。音は聞こえるのよ、音は。音は聞こえるんだ。あ、落ちたわ。というわけで、はい、気を取り直して。いや、あの、ペナルティはね、ついてなかったんだけど、だから、なんで落ちたのかなっていうのがあるんですが。よいしょ。なんかね、まれに落ちるんだけど、でもね、言っても、その、なんだろうな、まれに落ちるじゃないですか。で、まあ割とすぐ復帰してやろうとするんだけど、ペナルティーつくことってほとんどないんですよね。なので、まあ、私のパソコン、これ確かにポンコツではあるんですけども、まあ私の PC がね、なんか、まあ1回だけ昔あったのかな、なんか落ちてっていうのが、落ちてペナルティーついてっていうのがあったんですけど、あの時は私の PC がちょっと悲鳴を上げてたんですけど、それ以降ね、1回も、あー、なんか危なかった今。映像止まった。なるほど。戻った。あ、だいぶ戻ってる。よいしょ。ここでチェイスか。あ、やっちゃった。ジェフどこ行った？ジェフ、ジェフの存在を感知できていない。どこに行ったんだろう。私と同じで落ちたのかな。えい、よいしょ。救助が入る。だって私しか回してなくない。ジェフどこ行った？ジェフ返事をしてくれ。ジェフ、あれなんかな、あの、私が落ちた後の味方サバイバーもこんな感じだった。落ちてる最中って動けないから、なんか序盤動いてないやついるぞみたいな。序盤に動かないっていうのを私よくやるんだけど、10秒ぐらい。
くれ。倒すか。先だが未来はないな。あー当たるか。よいしょ。あ、だいぶ早いね。指はついてるかな。まあまあまあ、でも時間稼げた方でしょう。ああ。間に合うかな。ああ。ちびとも入っちゃったね。まあ、ただただでも全員回復できてるし。いいんじゃないか。治療してもらえる。ジェイクが追われているので、こっちの方に偏ってはいるんだよな。オッケー、ミンちゃん回してる。真新しいパーツが使われている。こいつでオッケー。ようやくこのアーカイブできるわ。オッケー。どこが開いた。来てるな。ここ開いてるんかな。開いてた開いた。多分ね、速くなるやつはついてるはず。足が。あとなんだろうな。あとまあ無難にあれかな。キャップとか。キャップはあれか。足速くなるやつか。時間短縮、リチャージの。らへんがついてそうな予感がしますね。ジェイク、ジェイク出てくるんだ。アドオンを見たい。アドオンとパークを。ああ。究極の武器とチビトのスイッチと透明する普通と、なんだろうな、バベチリあるんかな。あーサージか。移動速度アップと、発動する。どうする速度。あーあれか。この、リチャージ上げるアドン。リチャージ上げるアドンって山奥にあったっけ。まあまあまあ。あれですね。
最初にこう溜めてから走り出す、その溜め時間が短くなるやつですね。なるほど。うん、まあちゃんとゲームできてよかったです。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。